ぼうちゃんの滋賀ファーストチャンネル石田三成編、忖度しない男の巻。どうも皆さんこんにちは、ぼうちゃんです。今日はですね、どうも世間で過小評価されています石田三成についてお話をさせていただきたいと思います。この三成、あの徳川家康にしてこの男こそ大将にふさわしい器であると言わせしめたほどの男です。でもその一方で大変不器用な生き方をしていたというのも事実です。じゃあこの石田三成、どんな人物であったのかというのを今からお届けさせていただきたいと思います。もしご参考になりましたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では行きます。この石田三成は1560年に近江の国、現在の長浜市の石田町というところで生まれました。この石田家というのはもともと北近江の豪族でありまして、京極氏に仕えていたんですけれども、この京極氏が浅井長政の祖父に敗れてしまいましたので、その後はですね、間接的にこの浅井家に仕えたということになります。少年時代はですね、色白で美少年だったとも言われていましてですね、まあでも身長はそんなに高くはありませんでした。とは言いましても、当時の平均身長というのは男性でだいたい160センチぐらいだったと言われています。ちなみに徳川家康は159センチぐらいだったと言われています。この石田家はですね、三成の祖父が特にですね、学問とか教養に厳しい人だったということで、三成も幼少の頃から読み書きそろばんは当然のこと、文化面におきましても徹底的に教育されまして、10代前半の頃からは近くにあります大原観音寺で過ごしたと言われています。武家の子供がお寺でと思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、当時のお寺っていうのはこの日本の文化とか行儀作法、そういったものについても教えられていましたので、三成はそれらを習得しに行ってたっていうことなんですね。その大原観音寺にある日、なんと時の人であります豊臣秀吉が鷹狩りの後に喉が渇いたからといって休憩で立ち寄りまして、お茶を飲ませてくれんかと言ったわけであります。その時に対応したのがまだ子供であります石田三成だったんですね。三成は初めですね、秀吉に対しましてぬるいめのお茶をですね、大きめの茶碗に入れて秀吉に出しました。そうしますと喉が渇いていました秀吉はもうそれをすべて飲み干しまして、今度は三成は少し熱いめのお茶をですね、先ほどよりも少し小さめの茶碗に入れて秀吉に出しました。秀吉はそのお茶もすべて飲み干したわけですね。そしてもう一杯くれというものですから、今度は三成は熱いお茶をさらに小さめの茶碗に入れまして持ってまいりました。そうしますと秀吉ほどの男です、三成のですね、この気遣いに気づかぬわけがありません。秀吉はこの三成を大層褒めましてですね、それ以降三成は秀吉の小姓として使えることとなったわけですね。この逸話を三献の茶と言いますけれども、まあ、しかしながらこの話は江戸時代になってから伝わりました話ですので、事実かどうかというのは分かりません。記録では秀吉が長浜城主になった時にですね、祖父と父に連れられて3人で秀吉に仕官しに行ったらしいんですが、その時に召し抱えられて、それ以来交渉をしていると記録されていました。まあ、つまりはですね、先ほどの三献の茶の話は三成が機転が利く頭のいい男だというストーリーとして語られた可能性が高いということになりますね。その後この三成は秀吉の下で頭角を現していくことになります。まあ、しかしそれはですね、刀で武功を上げるというのではなく、秀吉の事務方として活躍していくことになります。若くして活躍の場を得ましたこの三成なんですが、実はライバルがいます。その男の名前は田中義政と言いまして、三成と同じようにですね、幼少の頃から秀吉に召し抱えられた人物なんです。この義政もですね、三成と同じく武人というよりは主に事務方としてその後才能を発揮しておりまして、どちらもですね、甲乙つけがたい実力の持ち主と言われました。その後この義政は豊臣秀次の家老として出世していくことになります。そしていよいよ本能寺の変が起こるわけなんですが、その時秀吉は中国攻めを行っていました。この中国攻めの段取りを決めたのも三成であると言われています。この頃三成はまだ20歳です。秀吉はその後中国大返しを行いまして、明智光秀を討ち、そしてあの柴田勝家との賤ヶ岳の戦いで勝利しますが、三成はこの戦いにおきましても外交戦略とか情報収集で功績を挙げまして、秀吉に認められましたので近江の国の水口城を与えられたと伝えられています。ただし今の話は諸説ございます。そしてまたこの時の話としまして、三成は
島左近を雇っています。当時島左近と言いますと、その名を知らぬ者はいないというほどの猛将です。ある日のことですね、秀吉が三成にこのように聞くわけですね。ところで三成、今家臣は何人になった？そして三成は答えます。まだ一人だけです。秀吉は呆れ果ててしまったわけなんですが、その一人って誰だって聞きますと、三成は島左近ですと答えました。島左近ほどの男がですね、まだ4万石しかない三成にどうやって雇われたのか、それを秀吉が尋ねますと、なんと三成は2万石で雇いましたと返答するわけですね。で、秀吉はですね、自分の主と禄高が一緒の家臣なんてそんな話聞いたことないぞと言って笑ったそうなんですが、そしてまたある日ですね、豊臣家におきましてお茶会が開かれた時のことなんですが、このお茶会にはですね、武将の大谷義継が参加しておりましたが、実はこの義継、雷病、ハンセン病ですね、この病を患っておりましたので、顔にですね、膿が溜まってしまってたんですね。で、お茶会ですから、その義継にも茶碗が回ってくるわけなんですけれども、なんとその時、義継のただれた顔から膿がポタッと落ちてしまいまして、なんとそれが茶碗の中に入ってしまったんです。そうなりますと、もう他の武将たちはその茶碗を使いたくないわけですね。しかし三成は違いました。その茶碗を使いまして、平然とお茶を飲み干しまして、もう一杯いただこうかと言ったんですね。この三成の気遣いに心を打たれました義継は、それよりは三成の盟友となりまして、その後の関ヶ原の戦いにおきましても三成と運命を共にいたしました。そしていよいよ秀吉が関白になりました。それに伴いまして、三成にも次部少将という官位が与えられまして、出世をしたわけですね。そしてさらには25歳という若さで五奉行の一人にまで上り詰めました。秀吉は完璧に天下統一を果たすためには上杉家の協力というものが必要になってくるわけなんですが、そのための会談におきましても秀吉はこの三成を連れて行きました。そして上杉景勝が秀吉のもとにですね、上洛してまいりました時にもこの三成が出迎えています。これらのことを考えますと、若いながらも三成は豊臣家の政権の中核を担っていたということがわかりますね。さて、天下統一を果たしました秀吉は今度は財政改革に臨みます。そうです、有名な太閤検地を行ったわけですね。これは大変な作業になりますよね。何しろ全国の土地を調べまして、どこにどれだけの収穫、いわゆる石高ですね、それがあるのかということを調べまして、それによって課税額というものを決めたわけですね。三成は見事にその役目を果たしまして、また不正が行われないようにですね、さまざまな取り決めも実行されました。まさにですね、この三成が智将であったということがわかるわけですね。さらには秀吉の九州、小田原、奥州の平定、これらにおきましても三成は事務方として期待以上の働きを見せました。このようにですね、三成は秀吉の片腕としてその才能を発揮しましたので、ついにはですね、秀吉が天皇をお招きした時の対応まで任されるようになりました。そして三成は今度秀吉から沢山城を賜りまして、19万石の大名となりました。この沢山城はですね、近畿と東国を結びます。軍事的にも経済的にも大変重要な拠点です。この大出世を見ました町民たちは当時このように言ったわけですね。三成の身に余るものは2つある。島左近と沢山城。三成にはまだもったいないということなんでしょうね。しかし三成はですね、沢山におきましても統治の面でその才能を発揮します。農民がですね、困ることがないようにさまざまな取り決めを行ったわけなんですが、これがですね、善政と言われまして、領民からは慕われる存在になったわけなんですね。しかしですね、こんな感じで急激に出世をいたしますと、必ずそれを妬む者が出てくるというのが世の常なんですね。三成は文治派、つまりは武力行使はしない政治家なんですが、その逆の武闘派の武将からはですね、常に疎まれてしまいまして、三成に悪気はないんですが、どうも反感を持たれてしまうということが多くありました。それはですね、この三成がどうやら忖度しない男だからです。三成はですね、どんな時でも脚色せずに、また忖度なしに秀吉に見たことをそのまま報告するもんですから、結局それがですね、武闘派の武将加藤清正の反感を買ってしまうってことになったわけです。秀吉が朝鮮半島に出兵した時の話なんですが、勇猛果敢な清正はソウルを落城させました。
しかも秀吉には連戦連勝ですと報告書を送っていたんですね。しかしですね、この戦いが長期化しますと日本軍は補給路を断たれてしまいまして、兵糧も底をついてますし、また病気が蔓延してしまったわけなんですね。そしてこの現状を見ました三成は明に対しまして弱腰な講和条件を提案することになります。清正はその条件を知りまして不満を持ったわけなんですが、三成と一緒に来ていました小西行長が朝鮮半島での加藤清正の行いはひどいですと秀吉に報告書を送ってしまったんですね。するとその報告書を見ました秀吉が怒ってしまいまして、加藤清正は日本に呼び戻されたということなんですね。そしてこれに逆恨みしてしまいました加藤清正は三成のせいだと思い込んでしまいまして、それ以来ですね、ずっと三成を敵視するようになってしまいました。一旦引き上げた後ですね、さらに秀吉は2度目の朝鮮出兵を行ったわけなんですが、その時にも誤解が生じてしまいまして、三成は宇喜多秀家や小早川秀明らからも恨まれることになってしまいました。そのことがですね、後の関ヶ原の戦いにも影響を及ぼしてしまうわけなんですね。そしてそんな時に秀吉が死去してしまいます。日本軍はですね、朝鮮から帰還することになるわけなんですが、数が勝ります相手からですね、知られないように無事に退却するということは至難の業です。しかし三成はそれを指揮しまして全部隊が帰還いたしました。そして関ヶ原の戦いが起こったわけなんですが、加藤清正は東軍の徳川家康に味方しました。西軍の総大将は毛利輝元なんですが、指揮を取っていますのはこの三成です。そしてまたこの三成に恨みを持っています小早川秀明は西軍としてですね、開戦に臨みましたが、その後は皆さんご存知の通り、この小早川が西軍を裏切りまして東軍の勝利が確定的になったと言われていますよね。その時にですね、この小早川が弱腰でですね、なかなかこの裏切りに踏ん切りがつかないのか動かないもんですから、それに業を煮やしました家康が小早川の陣に向かって鉄砲を撃ったという話は有名ですね。でそれに驚きました小早川が東軍に寝返ったと言われていますけれども、まあ、しかし実際の記録では開戦と同時にこの小早川はもう寝返った、裏切ったと、それによって東軍が有利になったと記載されています。そしてこの小早川だけではなくって西軍の武将が次々と東軍に寝返ってしまいまして、とうとう三成は敗戦しまして山中へと逃れることになりました。しかしですね、この辺りの山々っていうのはもともとこの三成の領地であったところなんです。そこそこの土地勘があります三成は隠れるのにちょうどいい洞窟を見つけまして、そこにしばらく身を隠すことにしました。そこでですね、この三成は農夫の与次郎という男に出会います。この与次郎はですね、かつて三成がこの地の領主だった頃、飢饉がありましてですね、村人が死にかけたことがあったんですが、この与次郎や村人たちはこの三成に助けてもらってるんですね。そうなんです、この与次郎たちはこの三成に対して恩義を感じているわけなんですね。与次郎はですね、この三成のために険しい山の道を登っては降り登っては降り、食料を運ぶわけなんですね。しかし徳川方からですね、三成をかくまった者は本人だけではなくその村人全員処刑すると、そういうお触れが出回ってしまいまして、与次郎はですね、家族に危害が及ばないようにまず妻を離縁しました。そうしてまでこの三成をかばうわけなんですね。しかし三成の方もですね、このままでは与次郎に迷惑がかかってしまうと思い、自分を差し出せって言うんですけれども、この与次郎は聞かないわけですね。しかしですね、このような与次郎の行動というのが村人の知るところとなりまして、しかも隣の村から養子に来ていました男がですね、そのことを密告してしまったんですね。でそれを知りました三成は自ら捕縛してくれと申し出たわけなんですね。ちなみにですね、それ以来この与次郎の村っていうのは他の村からは養子は絶対に迎え入れないという風習ができてしまいました。さて徳川からですね、この三成捕縛の命を受けていましたのが田中義政という男です。そうです、幼少の頃からですね、この三成のライバルでありましたあの義政です。義政はですね、秀次の家老として仕えておりましたが、実はこの家康が秀次のことをですね、ものすごく可愛がっていまして、それが縁で家康に仕えることになったわけなんですね。この二人はですね、確かにライバル同士ではありましたが、別に仲が悪かったというわけではないんですよ。義政はですね、この捕縛しました三成が実は不屈文字だったためにですね、三成のためにニラがゆうまで作ってくれまして、
手厚くもてなしています。それに感謝しました三成の方もですね、秀吉から拝領しました脇差しを、これを受け取ってくれということで義政に与えています。そして三成は3日後に家康に引き渡されました。三成はですね、処刑されるまで人前にさらされたわけなんですが、その見物客の中にですね、あの小早川秀明がいるのを見つけまして、そしてこのように言ったわけですね。お前が裏切るとは、そうは思わなかった、私がバカだった、しかし道理を捨てて人を騙して裏切ったことは武将として恥だ、後世にまで笑われてしまえと。そして処刑の直前、三成は喉が渇きまして水が欲しいと見張りの者に言うわけですね。そして見張りの者はこう言います。ここには水がないので、この柿でも食べてくれと答えたわけですね。そうしますと、さらに三成は、柿は痰の毒になるのでやめておくと、そのように拒んだわけです。それを聞きました見張り役は、これから処刑される者がそんなことを気にしてどうするんだよって笑ったわけなんですが、さらに三成はですね、このように言います。大志を持つ者は最後まで命を惜しむものである。三成はですね、自分が処刑されます絶体絶命の状況にありましても、まだ忠義を貫きまして敵に一矢報いるということを考えていたわけなんですね。そして秀吉の無理難題に応え、秀吉を天下統一に導きました石田三成は、六条河原にて41歳の生涯を閉じたのでした。つくまえや足間に灯すかがり人、共に消えゆく我が身なりけり、我がふるさとの足の間で灯すかがり火のごとく、儚く消えてゆく自分の命である。自分の命は豊臣と共にあった。はい、では石田三成の人生をお届けさせていただきました。ご参考になりましたらチャンネル登録していただけましたら幸いです。今日は以上になります。どうも皆さん、ご視聴ありがとうございました。